皆さん、おはようございます。皆さんは超常現象を信じますか？昨今では魂や心霊現象、また超能力、テレパシーなど多くの情報が確認されていますね。このようなスピリチュアリティな非科学的現象を現代ではどのように捉えられているのでしょうか。そこで現代科学に対して一部の学者たちがある提言を発表しました。パラダイムシフトへの提言です。本日の動画はこのパラダイムシフトの提言を考察してみましょう。ではよろしくお願いします。物質と意識。物質とはいわゆる物のことで、生命や精神、心と対比される概念です。精神の世界、物質の世界など心身二元論仮説が主流です。哲学的には感覚によってその存在が認められるもので、人間の意識に影響はするが、意識からは独立して存在すると考えられています。物質は意識から生じるのか、物質から意識が生じるのか。現代の脳科学は、意識や心は脳内で生じる現象だと考えられており、それは錯覚とまで論じる学者もいます。時の海軍軍医で医学博士であった高木兼弘の医学という人間機械論と倫理、筆者は松田誠氏の論文を目にしました。現代科学は、意識は脳内で生じる自然現象とされており、それは脳内の神経系は外界からの刺激に応じて特定部位のシナプスの通や強さを変えることによって、つまり新しい回路網を総回帰することによって、その時の経験を記憶することができるとされています。感覚し、思考し、意識し、空想し、愛するといった優れた人間的な営みも、結局のところ、このようにして増回帰された回路網の生み出す機能に他ならないのです。自意識ない指示がといった哲学的、宗教的な心の働きも、同じようにして構成的に作られた回路網の物質的働きと考えることができるのです。その点、現代は精神と身体という二元論から、精神の身体化といった身体一元論の方向に向かいつつあるのです。この身体一元論という言葉には精神が含まれていません。つまり、意識や心など精神的な非実在物は存在するものではなく、脳の働きの産物でしかないという解釈に思えます。そして現代科学では、説明のできない自然現象、例えば霊、幽体離脱、そして魂の存在など、非物質的、また非科学的なスピリチュアリティを徹底的に排除しています。物質主義である唯物論者の典型です。目に見えないものに背を向けてきた閉鎖的な物質世界を作り上げてきた結果でもあります。この目に見えない精神世界と私たちが存在する物質世界とのつながりを強く主張する学者も数多くいます。中でも近年では、ポスト物質主義科学へのパラダイムシフトを唱える学者が増えているようです。パラダイムシフトとは、その時代や分野において当然のことと考えられていた認識や思想、社会全体の価値観などが革命的に、もしくは劇的に変化することを言います。つまり、物質主義である唯物論者に対して、いい加減にスピリチュアリティを認めろとの訴えです。2018年、物質は意識から生まれる、意識は脳活動ではない、世界中の学者が賛同という見出しで、オンライン科学系ニュースコレクティブエボリューションが報じました。この記事によると、アメリカのアリゾナ大学心理学者のゲイリー・シュワルツ教授は、既存の科学に代わるポスト物質主義科学へのパラダイムシフトを訴えています。シュワルツ教授によると、これまでの科学は物質主義的な世界観に反する現象は非科学的だとして排除されてきたが、このような態度は科学的ではなく、一つのイデオロギーやドグマに過ぎないという。これは非科学的現象や非物質的実在を科学的な例外として排除されてしまうことも、科学という行動を左右する根本的な思想、イデオロギーのためだというわけです。精神や心、魂、超能力や心霊現象など、スピリチュアル思想の正論化です。これには多くの名高い学者たちが賛同しているようです。
また、ゲイリー・シュワルツ教授が、かつてポスト物質主義科学マニフェスト18条というものを発表しています。一部抜粋して紹介します。例えば第14条と第15条を見てみましょう。14条、物理主義は脳から意識が生まれる仕組みの解明に失敗している。今こそ物理主義の因習から抜け出し、自然世界の概念を拡張し、ポスト物質主義のパラダイムを受け入れるべきである。15条、 A 精神は物質世界と同程度に現実的である。精神は宇宙の基本的要素である。物質に依頼せず物質に還元することもできない。 B 精神と物質世界には深く相互に結びついている。 C 精神は物質世界の状態に影響を与え、空間的な制約を受けない。脳や体などに精神があるわけではない。 D 全ての精神はただ一つの精神に包括されている。 E 臨死体験では脳は精神活動のトランシーバーのような役割を担っている。つまり精神は脳を通して活動するが、脳から生み出されたわけではない。臨死体験では肉体の死後も意識精神が残っていることが分かっている。 F 科学者は精神や精神的経験の探求を恐れるべきではない。なぜなら精神は人間の存在の中心的側面であるからである。これらはエックルズの二元論的相互作用仮説そのままです。特に E の章ですが、精神は脳を通して活動するが脳から生み出されたわけでない。また14条には、物理主義は脳から意識が生まれる仕組みの解明に失敗している。今こそ物理主義の因習から抜け出し、自然世界の概念を拡張し、ポスト物質主義のパラダイムを受け入れるべきである。これは完全に脳科学生物学への批判です。そしてペンローズの量子脳理論も批判の対象であり、ペンローズは意識は物質的基盤が必要とし、物質世界の一部から意識精神世界が生じると考えています。このように精神論者は基本的に物理や科学を批判しがちなのですが、第7条を見ると量子力学の仮説を支持しています。量子力学の分野では観察者の意識が物質世界に影響を与えることが判明しました。このことで物質は現実に存在する唯一のものではなく、自然の理解は意識への言及なしには不可能であることが完全に理解されました。意識が物質に影響するとは量子現象であります。おそらく波動関数の収縮を意味しているようです。これまでに何度も波動関数の収縮については考察してきました。波動関数の収縮において意識が物質に影響を与える仮説ですが、これは証明されているわけではなく、あくまでも仮説の域を超えていませんので、ここに大きな誤解があります。また二重スリット実験による波と粒子の二重性をこの定義に用いているのであれば、それは誤りであります。そもそも私はこの波動関数の収縮など起こっていないと考えています。波は波であって粒子ではないという主張です。動画量子次元論を見ていただければその真意を語っています。ところでこのマニフェストは都合のいいところだけを寄せ集めたようにしか見えません。唯心的思想を否定するつもりはありませんが、このマニフェストは非常に違和感を覚えます。超能力また心霊的な超常現象を正論化するには時期尚早だと思うのです。しかしながらこの思想に賛同している学者は数多く存在し、ほとんどが心理学や精神学神経学者であり精神的主義者です。そこには物理学者の名前は当然のことながら誰一人としていません。とはいえ現代科学が正しいのかといえば、そこには疑問符がつきます。可視化できない現象、科学では説明できない現象から目を背けてきた現代科学。科学が精神を否定する根拠は極めて浅はかなものだと言えます。この宇宙において宇宙の質量とエネルギーに占めるその割合は原子らの通常の物質が 4.9%、
ダークマターが 26.8%、 ダークエネルギーが 68.3% と算定されています。ダークエネルギーやダークマターの存在は確認できるも、その物質の本質は全く解明されていないのです。そして生物生態において DNA の解明率に至ってはわずか 5% に過ぎず、果たして脳に関してはどれくらい解明されているのでしょう。それは言うまでもなく、大雑把にしか脳の活動は解明されていないのが事実です。この世界全体から見れば、解明していることなどほんのわずかでしかないのです。それなのに、科学が全てだと信じて疑わない物質主義者には、何一つとしてこの世界や脳の本質など解明できるはずもないのです。このように精神主義者と物質主義者は独自の解釈の主張を展開しているだけなのです。ペンローズは100年後には意識の本質が解明されるだろうと述べています。精神主義者と物質主義者、現実は双方歩み寄ることなく相入れることのできない関係なのかもしれませんが、言い換えればこの未来、科学進歩に大きくマイナスな影響を与えることになるのだと考えるのです。つまりこの世界の本質は解明されることはないと思うわけです。